ございます。1月28日日曜日朝の7時です。ここは山陽道下り下松サービスエリアです。今日行くところは熊本大津町、大津町の近くの道の駅止水っていうとこまで行きます。荷物は大型精密機器、9台と、ケース物のパレットが1つという感じで、1台で行く時もあるんだけど最大で10台積むこともありますね。ということで、はい、天気は曇り、気温6度、はい、今日もよろしくお願いします。12時20分、休息場所到着。菊池市内の道の駅、止水、というところですね。なんか天気がすっきりしないですね。福岡あたりじゃちょっと小雨だったけど、この辺は、まあ、今曇りですね。どんよりとしております。はい、まあ、ここはやっぱり一番休息しやすい場所ですね。トラックスペースの目の前がトイレ、5台プラス4台、あと公民館の大型スペースも3台ぐらいあるから、まあまあまあ止められますよ。で、ほか弁が道路を渡って目の前にほか弁で、さらにその向かい側にお弁当の平井で、また道路を渡って別の方にスーパーで、また別の方に温泉があって、すごく便利です。最高の休息場所となっております。じゃあ お昼食べてゆっくりしたいと思います。鶏飯のね、これあそこ下松で買ったやつ1個食べたけど、あと木山のセブンイレブンで春雨サラダ、これ安くていいな。まあね、ネタが春雨だから安いんだと思うんだけど、あとはカップラーメンあるけど、まあ足んなかったら食べようかなって感じです。あ、トマトが3個残ってます。はい、温泉行ってきます。
豊水の湯。ふい。入ってきました。混んでた。やっぱあれだな。夕飯前が混むんだね。夕飯時が空いてんのかな。家族風呂っていうのがあって、家族で入れる、まあなんか個室みたいな、そっちがなんかすごく混んでましたね。1時間待ちとか言ってました。家族風呂がなんか4つか5つかあるみたいだけど、1時間待ちだそうです。で、男性用のお風呂入ったんだけど、小学生ぐらいの女の子もいて、ちょっと一瞬びっくりしたんだけど、400円でした。午後7時です。晩ご飯を買いに行ってきます。スーパーに行ってこようかな。値引きされてる刺身でもあればいいな。来ましたよ。寒かった。カツオ半額。それか。揚げ出し豆腐2割引き。舞茸揚げ出し豆腐。それから。サラダ巻き4割引き。それからトマト、ミニトマト、アイコ、これいくらだっけ。アイコさんは298円でした。あとで飲もうかなということで、じゃあ先にご飯をいただいちゃいます。いただきます。生姜を入れて、カツオは生姜ですね。絶対生姜。
豆腐でお腹いっぱいになりそうだな。いただきます。舞茸、うん、12時になってしまいました。寝ようと思います。あ、明日は下ろしたら、北九州市小倉南区で、関東行き、神奈川県大和市行きだからを進みます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。